バルタザール・ヨハネス・フォルスターは南アフリカ共和国の政治家。1966年から1978年まで首相を務め、その後1978年から1979年には大統領に就任した。フォルスターは東ケープ州に生まれ、ステレンボッシュ大学に進学。第二次世界大戦中はブルームフォンテーンの極右団体である牛車の 万人で活動して、ナチスドイツやアドルフ・ヒトラーを支持し、1942年に逮捕された。1944年に釈放後、1948年に国民党に入党し、1953年に初当選。党内では極右派に属し、ヘンドリック・フルールと政権では報相を務めた。1966年に、 フルーレトが暗殺されると議会によって9月13日に後継の首相に選出された。フォルスター政権は全政権の政策をほぼ継承しアパルトヘイトを高圧的に推し進めた。国内各地にバントゥースタンが建設され、すべての黒人はいずれかのバントゥースタンに属することとなった。黒人との分離発展を推し進めるという名目で1976年に トランスイなど4つのバントゥースタンを独立させたものの国際社会はこれを認めず世界から孤立を続けた。また、ピーター・ウィレム・ボータを国防大臣に任命し南部アフリカ各地で成立していた共産政権を打倒するためアンゴラとモザンビークの反政府勢力を援助させた。南アフリカと同様の人種差別政策をとるローデシア政府も友好国として支援した。 1976年6月16日、学校でのアフリカンス語教養に対する反対から、ソエト放棄が起き、フォルスターは軍を出して、これを鎮圧。国際的な批判を浴びた。1978年、フォルスターは、首相の座をボー他に譲り大統領に就任したが、翌年に、欧米諸国に対する秘密工作費の出所や人に、対して、スキャンダルが紛失し、 1979年6月に辞任を余儀なくされた。1983年67歳でこの世を去った。ありがとうございます。